でもなんか俺思うんだけど、京都の選手やっぱ意外みんな、帰ったりするよね早く。思わん？あの結婚してる人とか、うん、結構あのやっぱ家事とか育児とかしっかりしてるなって思う。どう？誰だろう。確かにみんなしてますね。だよね。みんなしてる。若原とか。若原もそうだし、いやみんな早いよね。みんな、はい。だからすごい。だから俺はそれで今年から皿洗いするようになったもん。皿洗い担当嫁驚いてた。でもなんかそういうもう時代じゃん、はい、時代っつったらね、こうもう育児はあのお母さんがやってみたいな、家事育児っていう時代じゃないよね。俺が言っちゃいかんなこれ。もう言えば言うほど自分の家でやらなきゃいけなくなりますからね。そうそう、一番やってない俺が言うのはちょっとやんま良くないわ。いや、それがあるんですよ。それがあるのよ。九州男児ってつまり何なんですか？いやだからね、もうあの亭主関白って言うんかな。それだから何もせんみたいな。昔はね、なんかもうなんかお母さんがこうもう準備して、もう全部いろいろな準備して。いちくんとかめっちゃやってそうじゃないですか。だ一味すごいと思うよ俺、うん、いやあいつめっちゃやってるし、まあ、すごいと思う。な天馬くんも普通にやってそうだし。ああ天馬もやってるな。いやそうなんよ。だからみんなやってんのよ。だから俺はあの皿洗い始めたい。あ一つアドバイスやろうか。はい。最初からせん方がいいよ。ああなるほど。最初からしちゃうとしてくれるもんだみたいな、うん、なるみたいな。これ見てる人やばいな。ダメっすよ。でもそういうこと言ったらこれやばい。多分やばいと思う。ダメっすよ本当に。やばいと思われるけど、やらなきゃいけないと思ってやるもんじゃないですか多分。本当に優しい人は。何優しくないみたいな。じゃあだから一気に洗濯もして掃除もして皿洗いも結婚した時からやりますってなったら、もうそれスタンダードやから、はいはい、でそれ結構多分きついと思うね。ヘンリーも分かるやろ、結婚してるから。もう独身。独身。すいません。いやだから本当になんかお前最初からバンバンやりそうやけど、ちょっとあれした方がいいよ。でも一人暮らししてるともう自分でやってるじゃないですか全部。あそう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 。その流れでやっちゃいそうなんですよ。そう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 。でそれ気をつけろって。なんだろう。いや仕事はサッカーじゃん、はい、でいやこれ言ったらダメだ。すごいこと言ってた。いや絶対やばい、やばい、まあ、危な、ここまで来たわ今。言ってたよ。もうなんか見えてましたもん。文字が見えてましたもん。分かったよね。これはあかん。そうな感じ。いや、ちょっと待って。仕事はサッカーじゃんって言って瞬間に、やばいやばいと。やめよう。いや、違う。俺が言いたかったのは、ね、両方できたら一番いいよ。はい、もうすごいと思う、両方できる人は。でも、そうじゃない。だからその分、こっちでしっかり結果出さんといかんなっていう強いこの覚悟が必要だよねっていう。ね、あとはもうこうね、ありがとうっつって。でも勝負はなんか違うような気がする。あでも意外とめんどくさがりっすよ。あそう、嫁に全部投げる。いやそれはしないですけど、ね、多分家事とかそういうのの流れじゃないですけどはもう全部最初に任せてそれに自分が合わせていきます、うん、自分が今までやってきたものでやっちゃうと多分、うん、いろいろ思っちゃうから。ああ合わせれる。だからそっちに合わせたら。あすごい、それがすごいわ。さすがディフェンス。 ありがとうございます。合わせれません。合わせれませんって言ってる。無理無理。
まあ、奥さんができたらいつでもアドバイス乗ってあげれるけど、まあ、そっちでも先輩だからね、はい、まあ、その育児とか家庭に関してはもう聞いて、うん、他の人に聞きます。いやいや、ダメダメ。サンガの未来になる男だしな。何なんですか、最近ずっと覚えてなかったかもしれないですけど、俺は嬉しいですけど、ね、覚えてました。記憶ねえな。ないんだよ。最悪だ。